おはようございます。ツイートした？してない、してないわ。お腹いて、うんこして、ということで、こんばんは皆さん。先日こちら無事ゴーレムトラップ完成しまして、ちょっと今ご飯食べながら、ここにあったあのいろいろもろもろをですね、もろもろをあのちょっと昨日やったことがですね、振り返りますと、ゴーレムトラップを作って、であっちにある村があるんですけど、そこで、あ、危な、この辺りも一帯もあれしたいね。湧き潰ししないとね。で、こっちの村でですね、皆さん、こちら、商店街を作りまして、こちら、羊飼い、武器鍛冶屋、司書、道具鍛冶屋、防具鍛冶屋に農民と。ほいで、大量の鉄をですね、放置して手に入れたので、彼らのレベルをマックスまで持っていきました。配信外で。まあこんなところは別に配信外でやっていいかなと思ったんで、やりまして。これであとエメラルド調達していけば、無事ダイヤ装備がもろもろもらえるということでね。で、今ダイヤモンドちょっと、ダイヤモンドじゃない、エメラルドか。エメラルドを集めていると。いうところなので、まあとりあえずだからしばらくは放置。今ね、なんか本当は俺朝の6時ぐらい寝たから、なんで焼けないの、この金装備してるゾンビって焼けないのかな。金装備くれた、やった、怖え、盾持ってなかったから危ねえよ。うちの周りなのにね、結構うちの周りいっぱい湧くんだな、やめてほしいね。まだ湧き潰しが全然できないってことか。とりあえず鉄を大量に集めて、ダメージ軽減ついてる、耐久力で、あそこの師匠から時計交換してもらったんで、いけ。あの、ここで放置して、何日も多分、寝るときに、寝るときに放置して、朝起きたらなんかあの、なんかファントムかなんか、3日以上起きてると、なんか、出てくる化け物が、いる可能性があるので、ここで夜かどうかを確認して、これ寝るっていうのが、俺の、
あり方かなと思います。さて、だからとりあえずある程度鉄が集まる、鉄をもうこの作業、鉄を回収して村行って、もう初心者は出したのでは、完全に出してるかもしれない。もうだってダイヤ手に入れないのにダイヤモンド装備作れるからね。いや、マジで良かったよ。作れて、この、なんだっけ、ゴーレムトラップが。ゴーレムトラップのおかげで全てが回り始めた。村人はそれが強いね。だ、もう普通にまともに生きてる村人、2人になっちゃった。あ、3人か。みんなここにぶち込まれたから。ただね、こいつら、このね、羊貝が、これがね、この橙色の染料じゃなくて、赤色の染料だったらね、ポピーもね、エメラルドにできたんだけど、こいつ失敗です。で、こいつが鉄をエメラルドに変えてくれるので、増やしまして、置いて壊して置いてくる、壊して繰り返して厳選できるんだけど、なんか一回ね、交換しちゃうともうできないんだって。で、こいつがね、鍛冶屋のくせにね、鉄を交換してくんないんだよ。残念。ただこれが安い。ダイヤモンド、鉄をエメラルドにしてくれない分、ダイヤモンド装備が安くもらえる人。もう一人ぐらい、鉄防具屋いてもいいかもしれない。なんかこいつね、その確認する方法がね、レベルアップしないとなくてさ、この赤色の染料で交換してくれるかどうかが、これ全然ね、なかったから結構きっちり。レベルマックスにしてみるか。一旦。これで貝が。あー、達人になっても微妙だったな、羊飼い。この羊飼いは特に、いい羊飼いではないかもしれない。これで果てしない量のエメラルドをもらって、今日は、今ご飯、朝ご飯食べちゃったから寝れないけど、2、3時間したらまたやめようかなと思ってるんで、この2、3時間ぐらいはもう、ただただ、自分を強くするために。これだからもう一人ぐらい、仲間増やしてもいいのかなっていうのは、正直あるよね。仲間じゃねえ、この、こいつら。エメラルド増やす要因として、鉄を。こいつらの誰かを。まあ、でも大体のね、やつは揃ってると思うんだよな。本。それが木こりだな。なんかシンプルに木こりしようかな。一旦、鉄インゴットここに置いとこう。取るなよ。この村人たち、俺の鉄インゴット取らないかな。心配。もうかなりこれはね、マジでもう、この、ワールドは絶対にやめられない。1番が書けた？書けないよ。書けなかった。マインクラフトが面白すぎて書けなかった。このワールドはマジで死にたくない。お願いだから、こ
ここ全部村までの道整地してな、綺麗にビューって。とりあえず木こりでもして、木がマジで足りないからあっちのあっち側行く。白樺のあれだな、なんだっけ、この辺りに途中で寝たけど結局完成したみたいでよかった。本当になんかね、大変だったんだよ、いろ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 、なんか動かなくてさ、なんかバグだかわかんないけど、それでなんか頑張ってみんなで試行錯誤。ネザーという残資代忘れてないか。ネザーはまあまだ考えてない、とりあえず。でもだから今ダイヤの装備とか作れば、まあとりあえずネザーもなんとかなるだろうってことで。で、キコルか、キコロ。で、見て、なんかさっきの装備屋でめちゃめちゃ鉄ののもらったから、これでクソキコるわ。いらねえもんしまって、あ、鉄インごとこんなにあります、すごいです、これマジで革命。一応盾持ってた方がいいな。で、なんかね、レベル上げするときに盾も死ぬほど盾も死ぬほど手に入れたんで。ベッドは持ってるね。これ夜になりそう？なりそうだね。明日からにしよう。鉄があるのに鉄を渡して鉄の武器をもらうの意味不明でおもろい。レベル上げるためには必要だったんだよな。だからもう一人か二人ぐらい、あそこの、の人増やして、なんか村人のどうにかするっていうのもありかもしれない。あ、ちょっと待って、俺さっき飯食ってる時うるさかったから音下げたんだった。危ない危ない、聞こえなくなるところだった。よかった気づいて。あー、そっち側行かないと遠いのか。油断だけは絶対にしちゃいけないからね。足場だけはマジでよく確認して、足元見てから動く。横着はしない。すんごい横着してる今すんごい横着してた今俺。横着はしないと言いながらいきなりすんごい横着。いや、なんかさ、石のピッキルとか石のツールだとさ、これ使い終わるまでってできたけど、鉄のツールだとこれ使い終わるまでがめちゃめちゃ時間かかりそう。マジダイヤ装備ある程度あればね、いきなり敵に見つかったり、それこそ誰だっけ、クリーパーに見つかっても最初でね、いきなり後ろからクリーパーに攻められても、まあ多分一発ぐらいは耐えられるでしょ。ダイヤ本体では交換できないからね、エンチャントはまだ。そうそうそう、だからダイヤのなんかだからね、シルクタッチとかあったんだよね。だからちょっと道具仙人をもう一人ぐらい増やして、幸運とかついてるダイヤのピッケルをやってくれる人出るまでガチャするのもありだよね。シルクタッチじゃな、絶妙に困るんだよな。超うんこ行きたい、やばい。うんこ行ってから配信すればよかった。とりあえずこの手前側のあるもの全部俺が切り崩す。シルクタッチは手段。そうなんだよね、シルクタッチのダイヤのピッケルになっちゃうからさ、絶妙に多分使いづらいんだよね、シルクタッチになっちゃうから。嫌でも持って帰らなきゃいけなくなる。まあ、ダイヤとかシルクタッチでね、集めといて最終的に幸運でぐちゃぐちゃにすればいいっていうのはあるかもだけど。白樺のあれ作りたいな、木の
菜牧場な、なんでだっけ、やべえ、木集める場所のこと。この、え、こんなにでかい緑がなってるのに。植林、そう、植林場。あそこ怖え。あんまりね、家の逆側行き、こっちの裏側行きたくないんだよな。崖だし。だこの辺りで一回いろいろ、木、伐採したら、多分、苗木がいっぱい出てくると思うんで、それを植林として。だそうなってくると家の前全部整地したくなるよねって話だよね。うわ、でっけえ、この木、ダリ。なんかでも調べると、マイクラ調べるとね、すごい、マイクラってね、有名なゲームだからかわかんないけどね、植林の方法とか出てくるんだよね。すごい、マイクラ。出てこないことない。でもなんか統合版のことが多くて、ちょっと嫌だ。ダリー木は火打ち石で燃やしてる。なるほど、そういうこともできんのか。あ、でも鉄の斧も結構すぐなくなるな。勝手に燃えていくのか、鉄にしたら。鉄じゃねえ、火打ち石で燃やしたら。長っ。すげえ木だったぜ。よし、苗木めっちゃ手に入るな。白樺がね、一直線に入るから切りやすいっていうのは聞いたんだけど、白樺の苗木できるわ。白樺白すぎるんだよな。いい色、なかなか難しい。やっぱオークかな。いやー、いいよ、スローライフできてる、マイクラ。ハードコアだけど。でも俺まだネザーにも行ったことないし、エンダーマンも倒したことないんだよな。やだ、もうやめようかな、ハードコア。こんなに順調に進んでんのに、初めての試みで死ぬのが怖い。エンダーマンとの戦い方とか練習してから行こうかな。なんかエンダーマン高いところに行くと倒せるみたいな話は聞いたんだけどな。高いところから目合わせれば来れない、ついて来れないみたいな。死ぬ危険性はマグマダイブと奈落死ぐらいじゃない。どうなんだろうね、死なないかな、普通の攻撃とかじゃ。もうしばらくは。でもなんかね、どれだったかな、うちの防具屋、防具鍛冶屋の防具の中になんか落下耐性プラス1みたいなあった気がするから、それでなんとかならんかって感じ。すげえ高いとこまでキーできてるな。まだか。いや、あっち前伸びてる、やば。超でかき。もうないか、大丈夫か。あと石炭だね。石炭集める旅も出ないといけない。石炭集める旅出るか？どういうところで湧くんだろう、石炭は。湧きやすいとしたら。ポーション作ればだいぶ安心。石炭交換村人。え、石炭交換村人いんの？マジ？全然エメラルドだったらいくらでも渡すから、石炭欲しい。
なんていう村人？作ろ、それ。すぐ。でかすぎ、石炭交換村人に会えたら。そしたら俺、無理に旅する必要ねえじゃん。石炭だけが常にないんだから。あそこのマグマ、怖っ。ふざけたら、いや、焼けた跡がある焼けただれた跡があるな、ここのマグマで、キノコで、ここ一帯が持ってかれたんだろうな、噴火して。こえここでバックでチュ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 。これさ、蓋しとこっか。さすがに危ないね。これバックでまた燃える可能性あるよね、俺ね。怖え。これ蓋するのに死んでたらマジで意味ないからな。7回目中にしょうもない死に方だった。全部しょうもない死に方だよ。ちなみに。シフトしてるよね。俺大丈夫だよね。死に方は全部しょうもないよ。本当に。よし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 。もう危ない。本当に。危険因子は全部排除する。家の近くにある。家の近くの危険は全て排除することで、俺の死が遠くなると。え？あ、違う、押せただけか。調べたときいなかった？いなかったか？崖際の上からクリーパー撃ってくる。怖っ。広げとこ、範囲。俺んちの家の周り結構湧いてんだよな、さっきから。もうでもさ、ネザーゲートいけんじゃね？あそこの壊れたネザーゲートから、ネザーいける気がする。エンダーパールと交換してくれるやつはいる。マジか！エンダーパールと交換してもらったらさ、じゃあエンダーマン倒さなくていいってこと？それでかいな。エンダーマン戦いたくねえからな。戦ったことないから。でも恐怖から逃げ続けていて、俺は成長できるのかって話だけどな。問題は原木、原木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 。これしか取れてないのか。もっと欲しいな。原木自動そう、何、回収機みたいなのないのかな。そしかこ、それがここ綺麗にして、やっぱり、あれにするのでもいいな。植林場にするのでもいいな。ここ綺麗にして植林場にしようかな。このダイヤモンドじゃねえや。トラップの隣。おお。ここ綺麗にするか。綺麗にするのありだな。いやー、これこのなんだっけ、滑らかな石で作ったのマジで正解だな。超綺麗ここ綺麗にしよう。聖地聖地で植林場作った方が早いわ。
足元もな、全部綺麗に鉄ブロックにしようかな、足全部。おい、何おいって、なんかいや、ダメなことした俺。やっちゃいけないことした？あ、ダイヤモンドのシャベル。これあれでもらったやつ。ジャガイモが木材自動収集器作ってるぞ。マジ？あの？ジャガちゃんの？ジャガちゃんのジャガイモが？木材自動収集なんでできんの？おい、次それ作るべや。ちょっと使っていいっすか、ダイヤモンドのシャベル。これもらったんすよ。うん、そんな変わんない。え、もっとトロトロバターみてに、溶けたバターみてにサクサクいくと思ったけど、ダイヤモンドのシャベル効率強化2、全然変わんねえんだけど。こんなもんなんだ、思ったよりしょぼい。じゃがいも見させてもらうか。木材自動収集ってどういうこと？ちょっとじゃがいも見してもらっていいか。ちょっと待って、じゃがいも見るんだったら、あのダイヤじゃねえや、ゴーレムトラップの前に行かないと。まあ、この家の周りで作業してる以上はね、ゴーレムトラップ動き続けるから。これ二段構え、鉄の扉、トゥー鉄の扉で絶対入ってこれなくしてる俺は。でここは鉄ブロックでもうガチガチにした。どうも皆さん、ジャガー、ジャガイモです。どうもジャガイモさん、マリサだぜ。おかげさまでいいゴーレムトラップ作りました。最も簡単に8種類の木材と巨大なキノコを収穫できる。マジ？ほんと？ジャガー。え、バイオームなんか出るんだそこ。へえ。桜の木なんてあるんだ。足場ブロックないよ。竹ないよ。多くない？めっちゃめっちゃ多くない？必要なもの、リピーターとかないよ。めちゃめちゃ必要。ジャガチャンネル登録しないからするわ。ジャガ、コップも必要なの？うるせえ後ろで。低コストでも大変だよな、集めるのが大変。低コストかもしれないけど、集めるのは大変。いや、足場ブロック、竹どっかで手に入れてこねえとな。でも、主に多分竹ぐらいかな。あとでもあれか、レッドストーンがないわ。待って、なんでしょ、ごめん。コップも必要なんだ、でも。まあ、コップはでも、でもそんないっぱいないぞ。さて、早速掃除を作っていきます。まず、北か南を向いて13個の建築ブロックを設置。北か南を向かなきゃいけないんだ。横16、高さ48のハンガーあれば作れます。向きとか決まってんだ。そしたら今度は西か東を向いて追加で11個ブロックを設置する。うわ、なんかかっこいい建設ある。ジャガー、ハンターからも無理用にブロックを設置して仕掛けようと思う。毎回無限水源の作り方説明してくれるの、ジャガ優しいね。なるほど。そしたら装置の中に入ります。東側を向いていることを確認してね。そして水が流れてない部分に仮ブロックを設置します。奥の仮ブロックの上に追加で2個仮ブロックを設置する。仮ブロックの上に建築ブロックを1個設置します。そしたら仮ブロックの上に、この動画独特の BGM だね。ボンボンボン。そして西側に黒曜石を設置する。仮ブロックに黒曜石を設置する。黒曜石が必要なんだ。仮ブロックを設置する。そして仮ブロックの上に黒曜石を設置します。これでいろんな画像がある。画像を同時して X 画像、Y 画像、Z 画像の値を確認しておこう。これも X 画像を確認した時に X 画像と Z 画像が一致、Y 画像が40高くなっていれば正しいです。
画像を確認したら仮ブロックを撤去して下に降りよう。難しいこと言ってるわ。なんかめっちゃ難しいこと言ってない？全部撤去して水が流れてない部分を下に3マス掘り下げるぜ。東側を向いて掘っていってください。黒曜石手に入れるのむずくない？いや、黒曜石はあのマグマで水で大丈夫。そしたら穴の一番奥に移動して穴に置きます。ソウルサンドはこれあれだろ、ネザー行かなきゃダメだろ。そしたら水の中を通って上に移動します。そして動画のように追加で2個建築ブロックを設置しよう。建築ブロックの上に追加で3個ずつ建築ブロックを設置します。あと3箇所も同じように建築ブロックを3個ずつ設置する。そして一番上の建築ブロックの側面に水を設置します。水の中を通ってソウルサンドの上に昆布を植えよう。昆布の上に昆布を植えます。計7個設置。上まで昆布を設置したら、なんか声落としない？ちょっと待って、水位エレーターが完成することです。こんな感じになるわけ。大丈夫だね。近くに多分こっちのね、この左側にあの洞窟があるから、そこになんかね誰かいるんだよね。ずっとあそこの洞窟埋めたいな。ゾンビの声とかするし、まあでも大丈夫か、さすがに。続いて建築ブロックの上に2人を設置します。なんて言った？水流エレベーターが完成。計7個設置。水流エレベーター。コンプを設置したら一番下のコンプを撤去しよう。すると水流エレベーターが完成。こんな感じになれば OK。 続いて建築ブロックの上に3つを設置します。水の上にカーペットを設置。水のブロックの上に3つを設置します。3つの上に建築ブロックを設置する。めっちゃむずそう。そして2人のために建築ブロックの上に鉄道機を設置します。そしたら3つの上に3つのブロックを設置します。下段の鍵ブロックを撤去して、ゴールムってこんな湧くんや。そう、ジャガの力、ジャガが教えてくれた。俺のマブ、こんな感じ、間違いないように。めちゃめちゃむずそうじゃない？オブザーバーの上にレッドストーンダストを設置します。全然ゴーレムトラップよりむずそう。下に移動します。そしてドロッパーにレバーを設置する。オンオフしてカチカチ音が鳴ったら再びオンにします。そしたら次はドロッパーに向かってホッパーを設置する。必ずドロッパーに向けて設置してください。斜めのホッパーはどちらかのホッパーを設置するので、ホッパーの上にレッドを設置する。次のホッパーの上にホッパーを設置します。こんな感じになるわけ。そしたら下に降りてアイテム回収を組みます。ドロッパーの上にブロックを設置して、アンブロックにテストを設置する。さらに手前に2個テストを設置しましょう。めちゃめちゃむずそう。だいぶテクニカルだよね。そしたらテストに向かってホッパーを設置します。テストの上にもホッパーを設置します。どうせお社会になるから自分で聞こりしよう。そうだよな。続いて建築ブロックの側面に看板を3個設置するよ。めっちゃむずいな。しかもネザー行かなきゃダメだな。ソウルサンド必要ってことは何より。そして一番手前のホッパーの上にトラップドアを設置するで、あとは手前の建築ブロックを合わせてアイテム回収完成です。クロック回路を組みます。下に降りてクロック回路、隣に建築ブロックを設置して、その隣にホッパーを設置、手前に追加で建築ブロックを設置する。動画のように設置してください。こんな感じになれば OK。 そしたら建築ブロックの側面にレッドストーン陶器を設置します。陶器の間にダストを設置して、ダストの手前にレバーを設置する。続いて建築ブロックの間にリピーターを設置する。むずっ。何これ。3回クリッチで最大遅延させておいてください。最大遅延。向いて空いてる箇所にリピーターを設置。奥のリピーターは遅延なし。手前のリピーターは2回クリッチで遅延させておいてください。え、超簡単。もうマイクラやってる人たちはさ、簡単の概念が壊れちゃってるかもしれない。文章を打ち込む。TNT とかやだ。怖い。え、足場って下から。うわ、怖い。これ怖い怖い。無理無理。あー、これ無理だ。みんな死ぬ俺これ。あ、これみんな死ぬわ俺。あ、これ死ぬわ。あ、これ俺死ぬわ。これダメだ、みんな。続いて建築ブロックの上にレッドストーンダストを設置。これは死ぬ。奥の建築ブロックの側面に通路を設置。反対を向いて足場に向かってオブザーバーを設置。オブザーバーに建築ブロックを設置して、建築ブロックの上にレバーを設置しよう。設置後レバーをオンにしておいてね。そしてオブザーバーの上に足元びしゃびしゃにするか。そしたらジャングルと茶色のキノコの時はレバーをオフにしろと書いても OK です。ここの使い方も後で詳しく説明するよ。敵が湧かないように念のため松明を設置しておいてください。あと、端物に。とりあえず作ってみようよ。やだ、とりあえず作っていいものじゃない、今の俺のこのワールドの進み具合は。足元一旦ビシャビシャにすればなんとかなるかな。むずすぎないこれ。何これ。最も簡単って、これが一番簡単なんだな多分。この木を自動回収するには
これでも最も簡単なんだ。これで最も簡単はやばいな。俺の簡単とは全く違うわ。ここも敵が湧かないように松明を設置しては潰ししておいてください。掃除を稼働する前にゲストの中にコップを入れておこう。今回の掃除は8種類の木材と2種の巨大なキノコを収穫できます。どうやって？高さがありますのでご存知でおきます、うん、オーバーワールドの木材は土の上に木を入れば OK です。白川、豆腐、ミス、アカシア、ヌンヌル、土の深さがいい。キノコが多く使った時より虫を奪い、ネザーの木はネイムにキノコを設置してください。ネザーの木なんてあんの？歪んだ木の場合は土の石の側面に鉄格子を設置するとポイントが上がります。鉄格子の部分に余計なブロックが入れないのでアイテム回収量が上がるぜ。シンクの木などの金系の木材を収集する場合はキノコ補充システムを作っておくと放置時間が伸びやすいです。カーペットの横に建築ブロックを設置して、建築ブロックの上にカリブロックを2個設置、カリブロックの周りに建築ブロックを設置して、カリブロックの上にオブザーバーを設置します。オブザーバーの上にレッドストーンダストを設置しよう。何言ってるか全然わかんねえや。下のカリブロックを設置します。オブザーバーの下にドロッパーを設置しよう。カチカチ言うのでドロッパーの側面にレバーを設置します。レバーをオンにして動作を止めよう。ドロッパーの下にカンナツ板を設置します。ドロッパーの中にキノコを入れてレバーを踏みすればキノコ補充システムの完成だぜ。キノコに興味がないとはこの部分は省略して OK です。なるほど。うん、教えて。なるほど。毎回そこまでいかなきゃいけないの？そしてブロックと増やしたいアイテムを設置します。いや、キノコとかないは設置しなくて OK だな。今わかりやすいように設置してますが、 TNT 落下装置を動かしてから設置すれば OK です。そしたら右のレバーをオフにして TNT 落下装置を動かそう。まもなく TNT が落下してくるはずです。うん、うまくいっています。下に4つから見直します。へぇ、なるほど、そういうことか。怖え。ダメだ、これは危なすぎる。死ぬ。さすがに死ぬ。夜？夜だ。さすがに死ぬので、おとなしく俺はシンプルに植林しますね。ダイヤモンドのシャベルも手に入ったし、植林するのが一番だ。 TNT の距離調整なんか、あの高さ。なるほど、そういうことか。ちょうど木にぶつかる高さにするためにあんだけ高くまで勝ち上げたってことか。今日喉がめちゃめちゃ痛い。なんかコロナ？古き良き植林場にしよう。十分でしょ、植林場でも。普通に生活していく分には。あんなんだってさ、あれでしょ、何万ラージチェスト分の木材を集めて巨大な建物を作ってみたみたいな人のためにあるような自動回収装置でしょ。そんなん言わねえわけよ。あれ、なんかもっとさ、ダイヤのシャベルって土もっとサクサク切れなかったっけ。あれ、効率強化もっと上げなきゃダメなのかな。これ俺のここゴミ捨て場なんだけど、ゴミ捨て場あれにしようかな。鉄ブロックで作ろうかな。鉄ブロックも死ぬほど作って、そのダイヤだって村人からもらった。そう。でこいつらを強くしていくためにはやっぱり自分の力で。びっくりした、襲撃者かと思った。牛が。自分の力でエンチャントテーブル作んねえと足りねえからな。ラピスラズリ無限回収装置はないのかな。そのダイヤシャベル同士を金のとこで掛け合わせれば強くない。え、そういうもんなの。やってみよう。俺わかんない、金床のシステムがわからん。まず金床ってどうやって作るの。多分鉄だろ。鉄インゴットがあれば全てが解決できる。解決できませんでした、すいません。鉄ブロックが必要なんだ。
でも皆さん見てください、集めておいておきました、この時のために鉄ブロック。耐久減ってるとできないかもしれないけど、どうだろう。あ、そうなんだ。この時のためにカン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 、どこに置こうかな。まだ置いとくか。名前つけられんの？超うんこしたい、みんな。どうしよう。人生で一番うんこしたいかも。交換してくるね。じゃあ、うんこうんこはしたない。うんこはしたない。したくないよ。はしたないなのか、うんこはしたない。したくないよ。ちょっとしたったらず風に言った。うんこはしたない。可愛い女の子の可能性、ロリの可能性があるな。ロリ神レクイエムの可能性がある。最近流行ってる。ん？はあ、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 間違えてぶん殴りそうで怖いんだよね。これ間違えてぶん殴んない方法ないかな、この人たちを。マジでダイヤのツルハシだこれ。ほら、効率強化2、シルクタッチ耐久力2。せっかくだったら2個ぐらい作っとく。あ、でもエメラルドが足りねえ、足りるわ。じゃあ2個作ってみるか。うわ、ダイヤの、おいおい、ダイヤモンド3つやぞ。どうなってんねん。ダイヤのシャベル3つですよ。大盤振る舞いが過ぎませんか。こいつがな、エメラルドしか。やべ、超うんこしたい、マジで。どうしよう。経験値クソ溜まってきた。これ隣同士にしたかったな。位置が悪い。ちょっと回避しないでほしい。ぶん殴りそうになる。止められない自分のぶん殴り欲を。よかったね、いっぱいね。俺にもらえて嬉しいだろう。嬉しかろう。俺にたくさんいろいろもらえて。ね、ちょっとうんこ言ってきていい？さすがに止められない。自分のうんこ欲を。これ以上は。犯罪を犯してしまう。ここでうんこをしないと。俺は。外にいるときにうんこに行くな。次回の。いや、俺はもうマジこのワールドでとどめ刺すよ。マイクラでうんこすればよくない？マイクラのやつうんこしねえから俺が代わりにしてやるんだよ。マイクラのやつ全然うんこしねえからな。俺が代わりにしてやんねえと。でも先に金床でくっつくのかどうか。まずこれとこれが、え、効率強化3になった。あ、レベルが必要なのか。でも変わんないか。やった、効率強化3になった。あ、マジでやばい、マジでやばい。しばれ。漏れる、本当に漏れる。本当に漏れる、本当に漏れる。なんであそこ水、溢れてんだ。やばい、本当に漏れる。やばい。やばい、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 やばい。ここ、安全地帯だから、早くここに入って。よし。ちょっと、うんこ行ってくる。見ててみんな、増える量。
よいしょ。うんこ増えた。ちゃんと増えてた？鉄。うんこ中のやつ流してルールでしょ。確かに忘れてた。ルールを乱してしまってごめん。これ夜？夜だ。よいしょ。これマジ便利。これのおかげで今何なのかがわかる。危険を犯さずに外が夜か昼かがわかるのはでかい。そしたらもう一個じゃあダイヤモンドのショベル交換してもらおうか。で効率強化4にしよう。ショベルの効率強化4って微妙じゃね。土、まあ土をサクサク削れるっていうのは強いか。あとここな、トロッコ作ってな、直接直通にしたいな。駅作りたい。駅なんか修繕ってのがつくといいらしいんだけどね。順番抜かしてごめんね。よし、まず最初にエメラルド集めとかなきゃいけねえからな。これですげえ、エメラルドもサクサク溜まっていくぞ。装備作った方がいいかな。先にダイヤモンド装備、全身。土も溶けるし、耐久力も溶ける。耐久力そんなすぐなくなる？耐久力みたいなのついてないのか、エンチャントに。やっぱ、エンチャントテーブルないとダメか。自分で。でもそしたら天空トラップも作んなきゃいけなくなるからな、俺。次はエンチャントテーブル作って天空トラップだぞ。2と2で33と3で4きたー。おい待ってろ土、おめえはもう熱されたバターがごとくトロトロにしてやるぜ。はあ、いけ。おほほ、これこれ、すんごっ、掘りすぎちゃうこれ、下穴開いちゃうもん、やば、強っ触っただけでみんな壊してしまう、触れるものみんな壊してしまう、破壊者になっちまった、みんな俺が。すごっ、これが自分で作れる時代になったかと思うと、俺もマインクラフターたちがやってる。触れすぎるから、掘れすぎるから効率5じゃなくて4ぐらいにしたりする。へえ、あ、何、もう5だとやばいの。さすがに石とかはこの速度なんないのかな。あ、掘れすぎ掘れすぎ、作ったな、メラビトな。いや俺だよ、俺の努力の賜物だろこんなのは。やば、超楽、何これ。土の聖地だったら一瞬じゃん。ただすごいスピードで本当だ、もう半分ぐらいない。もう半分ぐらい耐久力、耐久値がない。
これ直すのってさ、ダイヤのツルハシぶち込めば、あ、ダイヤのショベルぶち込めば直るんだっけ。またカラが強すぎて子供も抱きしめられなくなっちまった。愛妻の愛する人も愛する我が子も抱きしめられなくなっちまった。力を持った者の宿命だな。分からんけど治りそう。なるほど。え、5はこれ以上ってこと？5はこのスーパーバター以上ってことなの？やばくない？だとしたらもうこの辺り一体俺が全て食らい尽くすよ。酔いそう本当にあの道端に生えてる雑草と同じぐらい雑に土がなくなっていく。どこまで掘ろうかな。これこぐらいにしとくか。どこまで釣ってた？やば、一刀両断。気持ちよすぎんだろ。もうちょい。気持ちよすぎんだろ、やば。あ、やばい、油断してたらもうぶっ壊れそうだ。危ない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 。油断してた、マジで雑に扱ってた。これじゃあもっとあれが必要ってことか。わ、土いらねえ。土ボックスがいっぱいになっちゃう。2、3本必要だな、そしたら。この辺りもじゃあツルツルにしよっかな。土があるところすべてツルツルにしちゃおっかな、俺が。この辺から土なくそうかな。土なんて嫌いだからね。はい、どうも。鉄インゴットおじさんだよ。よこしてね。すぐ補充して、できれば。でもこの、あれも結構なくなるな。経験値も。直してたら。あとは村人から1個交換するだけで金床でその都度直せるはずじゃない？わかんないけど。そういうもんじゃないかな。だと思って今3つぐらい交換しちゃったけど。マジすげえよ、これ。やべえよ。この辺り一体全部。ツルツルにしようかな、マジで。全部土だし。効率強化のさ、ピッケルとかだとどうなるんだろうね。どんぐらいの威力になるんだろう。整地して、こうして、こうしたら、おお、治る治る。でも9レベルも必要だ。
やばい。直すときに、これ直すたびにもしかしてあれかな、増えていくかな、必要なレベル。失笑ガッツァして修繕出すのが最善。かなとこで修理を繰り返すとコストがどんどん高くなる。やっぱそうだよね。やっぱそうか。今めっちゃ高えなと思ったもんな。師匠ガチャして修繕出すのが、あれを、なんだっけ、本エンチャント本をってこと。修繕のエンチャント本を持ってる師匠を出せってことか。クソ気持ちいい。やばい、気持ちよすぎて夜になっちゃってる。快楽に溺れて時間も忘れて土を掘っちまう。いけないことだってのは分かっているのに。寝よ。邪魔だなこのゴミ捨て場。修繕の再発設置は10M。ぼったくり注意してね。どういうこと、ぼったくりって。ぼったくりがあるの。あ、20とかのエメラルドで修繕の可能性もあるってこと。こんだけ広くね、場所取ったら、まあとりあえずは、とりあえずの、なんだっけ、植林はできるでしょう。しかもめっちゃ石炭出てきてくれた。嬉しい。値段にも振れば俺。へえ。よし、とりあえずこれでここの一帯をきれいにしたので植林しようか。まあここのなんで石も掘るんですけど。喉痛い。コロナかな。おっそ。おっそ。最高38。マジ？やば。修繕かどうかって一番最初に分かんだっけ、師匠。じゃあもう一人師匠増やすか。まだ村人あと3人残ってるからな。あと3人は仲間にできる。喉の痛みはコロナの可能性あるかもね。家族が8月にかかった時も。もうコロナになるようなことしてねえんだよな俺。真っ先の喉の痛みを訴えて次に寝そうと。へえ。やだなコロナ。サバゲーぐらいしかないな、コロナだとしたら。それ以外外出てねえから。最近乾燥してるからそれだと思うんだけどな。寝起きだけ喉痛いからと思っておく、思い込んでおく。病は気からなんで。この辺りやっていくさ、まあ、言うてサバゲーしただけだからな。お大事にありがとう。ここ3日ぐらい、3日というか昨日か一昨日ぐらいも寝起き喉痛かったから。今寝起きで速攻喋ってるから喉が酷使されてるから休まってないのかもしれない。
段は寝て起きてから何時間かぼーっとするじゃん。ぼーっとはしないけど喋らないじゃん。寝起き喉痛いのは鼻で息せず口開けて寝てるとか。口は絶対寝て開けて寝てるよ。俺冬になると毎回喉めちゃめちゃ寝起き痛いもん。乾燥ガッサガサで。遅いピッケル。鉄のピッケル意味ない。効率強化100のダイヤモンドピッケルでやるしかね。これしかも一回この下のさ石のところも全部土に変えないといけないんだよな。植林場にするんだったら。よし、こんだけ広ければまあある程度の必要最低限の職人はできるだろう。調べよう。植林場マイクラ植林。簡単な作り方。穴に十字に穴を掘る。一回あれだけもらうか。わ、起きる予定のアラームが鳴った。早起きしちゃったな今日。 2,3 時間やったら寝るね。またしか寝てないからさ。でも昨日ご飯食べなすぎてさ、マイクラずっとやってたから寝ちゃったんだけど、お腹空いちゃったから起きちゃったんだよね。でご飯食べたから3時間ぐらい寝たくないじゃん。 2,3 時間はとりあえず起きておいて一旦寝る。またちょっと痛えな。ペコポンペコポンペコポン。眠くなってきた。でもそんな話してたら石掘るときはあのダイヤピッケルでもよかったそう。ダイヤピッケルまだ作ってないんだよね。あのシルクタッチのやつ。あ、早いかなやっぱりダイヤのピッケルだと。どのラインまで何だっけ植林場広げようかな。なんかもう一個ぐらいトラップ作りたいな。やっぱ経験値トラップか。石は石工さんに売れる。マジ？石買ってくれる人いんの？経験値トラップ作るべや。作りてえよな経験値トラップ。やっぱ今後ねエンチャントも必要な、エンチャントにも必要になってくるから経験値トラップ作んねえとな。天空トラップタワーってやつをどこでも作れることで有名な天空トラップタワー作るべ。
死ぬかな俺、天空トラップタワー作ったら。天空トラップタワー作ったら俺死にそう。なんか俺が知ってんのはあのゾンビスポーナーとかを使うトラップタワーだからさ、地下を死ぬほど湧き潰してれば地上で疑似天空トラップタワーできる。わかんねえだろ、地下がどれだけ広がってるかなんて。マイクラの地下なんかもうほとんど。で、昔やったよな、超昔。それこそ会場がおすすめ。落ちてものダメ。会場ねえんだよな、うちの近く。しかもできればさ、家の近くが良くない？って考えたらここでしょ、植林所。この俺が作ったこの辺りでしょ。植林所の作り方が、まず石を埋めるって書いてあったな。滑らかな石。やばい、土がパンパンになってきた。違う、こっち。なめ石をこうんで7マス上にガラスを設置するだって。7マス上にガラス設置。ガラスってどこにあったっけな。ここだ。木は何を植えるので決めてない。今何があったっけな、苗木。白樺かオークかな、多分苗木があるとしたら。どれだ、白樺かオークかアカシア。1,2,3,4,5,6,7 マス目にガラス。7マス目にガラス。アカシアは多分向いてない。あ、本当。1,2,3,4,5,6,7。え、俺これ高いところ落ち死なない？アカシア制限ブロックの意味がない。そうなんだ。じゃあ、うげ。ああ。斜めに生えてる、確かに。じゃあ、多くか。あれにするか、白樺にするか。これをなんか4マスぐらい開け、5マスぐらい開ける。1,2,3,4,5。水バケツ着地、むずそうなこと言うね。うわ、掘りすぎ。こういう感じ、掘りすぎ。で、1,2,3,4,5。いや、もう2個掘れちゃう。どんだけ威力強いんで、自分の力も制御できねえ。完全にバーサーカーになっちゃった。俺のシャベルが。苗木から5マス。え、苗木から5マス？いや、あ、5マス開けてるよ。まあ、何マスもいいと思うんだけど。まあ、広く使うに越したことないでしょ。光源ブロックを植えましょう。地面に高度の高いシーランタンなどを埋め込むと綺麗になります。だって。へえ。1,2,3。え、これ松明じゃないのかな。
1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。マジだ。かぼちゃとかあるならかぼちゃと松明で明かりブロックつけた方がちゃんと光源ならなんでもいい。あ、そうなんだ。とりあえずここかけ9本ぐらいのあれ作りたいね。力の調整が、あ、できてきたと思ったら全然できてなかった。俺も力の調整が上手くなってきたなって思ったのに全然上手くなってなかった。やばい、雨降ってきた。夜じゃないよね。え、これアカシアとさ、あ、アカシアねえや、オークと白樺とどっちがいいと思う？どっちでもいいのかな。両方植えたら確かに欲張っちゃっていいかな。夜になりかけてない？もしかしてだけど。でででで、あ、白樺の方がちゃんと育つイメージある。ドゥッ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 、あ、ギリギリ足りた。いいね。超ギリギリ残ってた滑らかな石で、1,2,3,4,5,6,7。ぐわぁ制限ブロック設けてるから多くも巨大化しない。あ、そうなんだ。そのためのか。毎回俺これダメージ食らなきゃいけないの？死なない？1,2,3,4,5,6,7。ぐわぁ、積んだ上で横に移動しろ。え、それでいいの？バケツオだな。嫌です、毎回そんな。だったら飯食ったから早いだろ。やっぱ慣れとかないと、い、落下にいずれとまた高いところから落ちる可能性があるから。1,2,3,4,5,6。でぇ、え、惚れすぎちゃう、マジで。力の制御ができない。ずれてない？ずれてんだけど。一番寿司か、もう。ヘタッピー。カイジ君、ヘタッピーさー。んで、こんなこともできねえんだよ、こんな簡単なことも。どこでやったっけ。1,2,3,4,5,6,7。グエ、もう力が制御できない。夜か、まだかな。1,2,3,4,5,6。
7グエ。これ間違えてさ、俺一番怖いのがこの体力を回復せずに何回もグエして死ぬ可能性だよね。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。でこれずれてるのでめんどくさいがやり直し。やばい、夜になる。夜になる前に2、3、4、5、6、7。そしてこっちに行けばダメージ、ノーダメージ、うますぎ、痛い全然ノーダメージじゃなかった。よし、これで植林場完成。一旦な、とりあえず9本。これ夜じゃないのかな、あ、まだ夜じゃねえんだ。とりあえず9本入れておいて、でまあ半分ずつぐらい植えるか。じゃあオークと白樺。これ夜？まだ夜じゃない。雨の時、雨多くない最近。そういう時期？梅雨？白樺、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 オーク、オーク。多くと一旦こんな感じ でこの列ワンチャン暗くなって湧いたら嫌だから。あ、夜っぽい、夜っぽい。よーし、前は寝ると雨の確率がリセットされて蓄積しない、累積しないバグがあった。へえ、何、今はそんなことないってこと、前はってことは。やばい、眠くなってきた。それ3時間しか寝てないんだから眠いに決まってんだよな。でもマイクラがやりたすぎて心配だったんだろうな、きっと。俺の体もゴーレムトラップの前でさ放置して寝たんだけどさ、もしかしたらゴーレムトラップの前で放置したけど殺されてるんじゃないか、怖いよってなってたのかもしれない。無事だったけど、もうゴーレムトラップの周りも絶対大丈夫なのに鉄ブロックでもっと囲いたい。それが修正されたから雨が増えたように感じる。なるほどね。君たちもね、エメラルドになるポテンシャルを持ってるので回収します。無限エメラルドかな、実質こいつらは。ちょっとコスパ悪いけど、
あ、壊れちゃった。じゃあいいね。出れない。多いんだよ。君たちは間引くか。ちょっとなんかさ、あっちにじゃあこの木こり用のチェスト欲しいかな。この段差はマジで危ない確認用の間違えてピョンピョンっつって入っていってさ、中にトラップに落ちてマグマに落ちるなんていうのは全然ありそうだから。ここ広いから。でもここは増築にしたいか、スペースとしては。このってなると、ここの俺のゴミ処理場が邪魔だな。いや、ちょっとダイヤモンド装備全身作るか。この辺りで作業しているだけで、あ、なんと、おお、頑張ってくれたまへよ。いいね、どん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 万全な状況になってきたね。いやー、このワールドはちょっとさすがにここまで来たの初めてだからな。このワールドはさすがにやめたくないな。死にたくない。変な死に方したくない。絶対雑な。羊飼いが赤い染料買ってくれたらポピも行かせる。いや、それがさ、羊飼いがね、赤い染料買ってくれなかった。オレンジ色の染料しか買ってくれなかったんだよね。ケチなのよ、羊飼い。だってここ本にしたい。紙でやってるから分かりづらいわ。え、安い !3 円で !3 鉄インゴットで、うわぁ。安いなぁ。安いうちにいっぱい交換したいな。もう一人増やそうかな。そしたら師匠、これだよね。俺拡散なんだよねもう一人増やして、この一番奥に師匠、いい師匠作るか。まだあと3人余ってるもんな。俺のこの牢獄にぶち込む人間は。その作業する？いい師匠に会いに行くか、じゃあ。ちょっと待って、じゃあなんたら台作ってこないと。なんだっけあれ。本、見開き台みたいな。緑の村人は就職しないよ。え、緑の村人いた？完全無職いた？え、無職は無職を、え、じゃあ今残ってたってもう無職だけってこと？どうだった今。無職しかいなかったもん。終わってた？うちの村。本棚が必要なのか。川と紙ってどこに入れた俺。1、2、3、4冊。
いや、5冊だな。で、棒がない。求職者2と1だ。あ、オッケー、ありがとう。まあ、見に行けばいいんだけど。ごめんな。自分で見に行くという手間を省かせちまって。額縁2個もいらない、ミスった。で、本棚作って、あれ、本棚と何だったっけ。あ、薄い木か。うわ、2個しかねえ、だるい。じゃあいいや。あ、几帳面なとこ出てる。俺さ、こういうゲーム上だとめっちゃ綺麗にしたがり、整頓したがりなんだよね。部屋ありえないぐらい汚いのに、部屋の汚さ終わってんだけどさ。なぜかこの、こういうゲーム場とかだとできる限り綺麗にしたくなっちゃう。おかしな話ですわな。夜になりそうじゃない、でも。いや、あっちに寝れば。ん？斧がねえじゃん。まあ、でもかなり俺のこの松明範囲を広げてるから、そうそう敵は湧かなくなってるんじゃないの？さすがにそうだと思いたいんだが。夜になるまでに村に行くぞ。ここもめっちゃ綺麗にしたいな。この雑草全部まずツルツルにしたい。雑草勝手にツルツルマシンとかないの？ルンバみたいに。ナイフがついたルンバみたいないのかな？ウィーンつって全部刈り取ってくれる。あ、でもな、羊かなんかが全部食ってくれたっけ？雑草って。羊を放牧すれば。どれが、こいつらが、これがあれか、求職者で、こいつが無職か。どうしようもねえな。まあ、俺も無職だから人のこと言えねえんだけど。やべ、なんかブロック持ってくればよかった。怖えな、あそこにいるアイアンゴーレムぶん殴りそうで。アイアンゴーレムって、ま、ダイヤ装備とかでも保有力高いのかな。寝てるわ、みんな。ごめん。草刈りは水まくと楽。ああ、なるほどね。確かに。そういうのもあるのか。お、お前、お前無職だろ。あ、まだ置いてなかった。働く意欲を見せし若者かと思ったけど全然無職だった。あ、いいね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 。ちょ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 、もう一回もう一回。入って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 、いいからいいから。ダメージ軽減3、悪くない。33円、それはボリすぎでしょ。ちょっと
おい、そこのやつに用ねえだろ。そう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 、えらいえらいえらい。やばい、これカーペットが足りない。これもらおうか。ここから出たことねえしな。ぎゅぎゅよし。これでリセマラしよっか。じゃあそこ入っちゃダメでしょうが。これ入んないようにここにフェンス置いとくか。ちょっとそこどいて。1マスしかないの、わかるけど、どいて、こっち来て。そう、置けないでしょ。ちょっと、もうちょっとこっちが来ようよ。こんな置きづらかった？あ、入り込んじゃってる、入り込んじゃってる。死にかねないな、これ。うっつって。死にかねないな。なんでそこ入っちゃうかな？狭くしすぎた？反逆？もしかして。今までこれできてたんだけどな。さすがに狭くしすぎたか。ちょ、無職は何しに来たんだ。うわ、びっくりした。しゃねえからもうちょい広くしてやるか。村人ぶん殴りそうで怖えや。こっち来て。そうそうそう。はい、飛び道具大成さん、ダメー。おい、あ、もうあれすらない、エンチャントすらない。中性さんなんだ中性って。ああ、ダメだ。斧もっと持ってきたかったかな。シルクタッチ。固定するための本は持ってる。え、本これじゃない、いいんじゃないの。また作ってくれ、いいんじゃない、それか。幸運1。え、すぐやった方がいいの？変わっちゃうの？幸運一か。いいな、幸運欲しいな。まあ、でも一じゃ意味ねえか。効率強化 4？ あと32円もする。高っ。でも効率強化4だよ。すぐ固定しないと変わっちゃうことがある。へえ、そうなんだ。水星特攻。持ってるね、本。地味、作業が。束縛の呪い絶対いらない。変ちゃんとでしょそれ。わ、地味な作業ですな。効率強化54。さっきもしかして安かった？効率強化4。嫌だって言ってる。もうやりたくない。何度も何度も同じことさせられて。レベル4は28から60。あ、じゃあ安かったんだ。クソいらない。今度増殖剣だよ、隣に置いて。確かに。俺。
アンデッド特攻。ロンズイゾンビ君に錆びついて踊りたい。ルルルン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 ちょうだい。パーティーパーティートラストントラストンデンデレンデンベラスティンデンデンデンベ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 ン。あら26円は26円10円だっけ最安。これぼったくり、これぼったくりかな。さすがに最安10円でしょ。いや相場としてはちょっとぼったくり側だよな。え、近づいてるな。10円台だったらワンチャンだな。最安だからな、あくまで10円は。20円台はちょっとぼったくりだな。効率強化3。45? 効率強化3で?さっきじゃあ効率強化安かったな。消滅の呪い。呪いをつけてどうすんだよ。10台、そう、10台だったら全然ありかも。言うて無限だし。どいてどいて。いや意味だ。やべ、これ斧がなくなっちゃうな。なんて地味な作業。やばい、怒ってもうエンチャントボンすら出してくれなくなった。パンチに。なんでパンチって。入れ食いに。見たことねえやつばっか出すな。そのうち斧で殴って死ぬ。マジでありえる。で後ろからブワブワブワっつってあいつらが襲ってきて。あれあれあれ、あちょ、まだ無職だ。シルクタッチはいらねえ。5円でシルクタッチか、結構安いかも。次修繕来たら、耐久力1。最安だった、マジ。シルクタッチ最安。まあシルクタッチはね、虫特攻。なんだそのニッチな需要は。水中呼吸。おい、意味ねえな。おい、意味ねえ。一回入って出てくるっていうのがこいつのルーティン。水中採掘。貫通4。飛び道具耐性4。あ、意味ね。出てきて。出てきて。そう。火炎耐性。水性特攻。本棚。入らないで。出てきて。もう嫌なのは分かったけど。あなたはもうそういう運命なの。シンジ君。何もやる気がないなら、帰れ。父さん、なんでそんなこと言うんだよ。シンジ君。やらなければいけないの。ダメージ増加4。欲しいね、いずれ。全然修繕でない。でも修繕ってさ、あれだよな。なんだっけ、出たとしても経験値トラップとかないとあんまり意味ねえよな。そしたら俺また結局天空トラップタワー作んなきゃいけなくなるよね。流れ悪いな。流れ悪い。
毎回優秀流そう。クソ忙しくなりそう。拡散。拡散希望ぬ。インフルエンサーになれます。この作業もしかして3時間ぐらいやんなきゃいけない？俺今日。今日はこの作業で3時間です、皆さん。修繕、10台の修繕が出てくるまで。シルクタッチいくら？ 11 円。やっぱシルクタッチ5円安かったなぁ。効率強化5。え？効率強化、効率強化5、22円これ激安じゃない？もう一人増やそうかな。これどう思う？効率強化5。いや、17から64。めっちゃ安いじゃん、じゃあ。これ安いよね。ちょっとこれ行くわ。もう一人で師匠増やそう。これはさすがに、よし、ありがとう。また来るな。お前は十分。師匠連打しなきゃダメだな、ここじゃ。はい。効率強化5。22円は激安、ありがとう。で、その間に、村人、あ、そっか。増やせんのか。どうやったら村人って増やせんだっけ？パンあげたらいいんだっけ？超お腹痛い。今日お腹の調子悪いな。大量のベッドあげればパンあげればいい。なるほど。じゃあパン作ってくるわ。パン作ってくるし、パン作ってくるわ。全員あそこに封印しちゃったらもう村人増えないもんな。どうする、無職が増えたら。終わり。あんたなんか産まなきゃよかったって言わなきゃいけなくなるかもしれん。悲しい定めが、思った子供が生まれちまうかもしれん。あと斧も必要だな。エンチャント本を入れる場所欲しいな。代々ニートの家系辛すぎ。エンチャントチェスト、ここに入れと置いとくか。これはマジで激アツ。なんかよくわかんないけど、ここに置いとこう。で、うわ、お腹痛。今何しようとしたんだっけ、俺忘れちゃった。何しに帰ってきた俺、ここに。教えてくれみんな、俺が何しに帰ってきたのか。村人増やそうと思ったんだ。パン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 チマイン。育てに行ってさらに強いの隠して持ってる可能性も熱い。あ、確かに。パンパンパンチマイン、パン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 チマイン。やばい、小麦があんまりない。アンハッピーよ、バイバイ。ルル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 ー。もうパンなんか作なくていいと。斧と本も持っていって、確かに。やべ、肛門がジュグジュグいってる。喜んでる。うんこがしたいと。本作んなきゃいけないのか。紙が必要なのか。サトウキビが必要だ。紙と皮か。で、あと木か。あ、いいのか、木は。本だけでいいんだ。はい。
あれ？あ、まず紙。本。死ぬほどつくとか。で、あっちに置いとくか。皮もちょっと回収しないとね。あとカーペット、よし、オッケー、行こう。面白い。俺こんなん初めてやった、マイクラで。交易、交易、交易。今まで俺がマイクラの本当に最初の触りしかやってなかったっていうのが何よりあるけど、エンチャントすらしたことなかったからな、自分で。ずっと整地して飽きてやめてた。地元を整地して、はぁ、綺麗になったっつって飽きてやめてたから。こんなマイクラが深いゲームだと思わなかった。おもろすぎんご。ほら、イチャイチャしてるの分かったから、パン食え、パン。うめうめ、ガキよ。ネザーもポーションもある。産んだ？死ぬほど産んでくれ。ガキよ。これぐらいじゃ足りないか。お前ら、男同士か、もしかして。残ったのは。チューしろ。俺も3人でやろうか、じゃあ。俺混ざろうか？ダメ？持ってきたパン全部。全部だよ。注意しろ。見てないから俺。あっ、あ、積んだ。あ、生まれてる。ナイスナイスナイス。こいつは無職じゃなさそうだな。よし、偉いぞ。パン食うか。偉い偉い。これで待ってる、生まれるかな。じゃあ一旦本をこっち入れておいて、この家ぶっ壊すか。ネザー怖え。もうこれでよくない？クリアで。子供の近くにいてリアルで20分で成長、結構時間かかるな。いっぱい同時に産んでくんねえかな。5人ぐらい、5つ子産んでくんねえかな。仕方ねえから家解体してるか。作っとくか部屋。こいつらのこのゾーンを、商店街を。商店街、まあいいか。これ横に広げていくしかないな。ちょっと拡張性に欠けるな、この商店街の広げ方は。ちょっと嫌だね。なんかうまいこと階段とかで2階とかに。そしたらな、危ないもんな。わざわざ2階行くのもめんどくせえしな。細すぎて分かんないけど、いたからさ、これか。ありがとう。全然見えてなかった。いや、これ2階建てにしてもいいな、上下で。
これで一個上作って、もう一段上に建物建てて、同じ作りにして。あんま横に広くなりすぎんのもな。1、2、3、4、5、7人。上にもう一個同じ作りのあれを作って、上行ってくれるかな、こいつら。二階建てにする用のいろいろ持ってこないとな。そしたら材料、土でやんのもなんか微妙じゃない、こいつらの家。土でいいか別にこいつらの家だし。ああ、あれ？おい、ちょっと！お、なんか奇跡起きちゃったなんか奇跡奇跡起きて一人やめてよ、そんな奇跡。自分の持ち場に戻って、ちゃんと。君、羊飼いだよね。よし、とりあえず行った。おのおの持ち場戻ってくれ。悪いって、イチャイチャしようとしてた。マジで、まあ、産んでくれんだったら別にいいけど。あれ、もう一人は、あれ、もう一人、ああ、そこに行く、びっくりした。ちょっと持ち場戻ってよ、お願いだから。君めちゃめちゃいい有望株なんだから、今後の。えらいえらいえらい、そうそうそう。あー、まあまあ、あれ、なんかイチャイチャしてる。いいよいいよいいよ。よし。なんか嫌だね、こういう、売ってるみたい。人を。人身売買の場みたい。あ、ガキ生まれてる。よしよしよし、でかい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 。まあ、本当はもう別にここにカーペットいらねえんだけどな。何してたんだっけ、俺。あ、上の階をほじろうと思ってたんだ。また水がやばい、奇跡起きる奇跡起きる。水は先に埋めとかないとな。この家もぶっ壊すか。ぶっ壊す。子供結構産んでくれんのかな。どれぐらいの頻度で子供産んでくれんだろうな。2階建てはどうしたら2階に行ってくれるかな。さっき産んでから割とすぐ。そうだね、またあと7人分は産んでもらわなきゃいけないからな。頑張ってもらわねえと。上まだマックス7人まで。最悪マンションにするからな、高層マンション。こっちにも俺の事務所構えた方がいいかな。住む家と事務所バラバラにして、こっちにちょっと作業用の事務所構えた方がいいかもしれねえな。わ、鉄の、あ、ダイヤの斧ってなかったかな。
ガキ二人いいね。斧は武器のところだっけ。あ、あるわ。耐久力3だけか。ここの値段もあるんだろうな、いろいろ。俺が知らなかっただけで。これさ、じゃあさ、ダイヤの斧もらってさ、合体させない？経験値もください。で、本は？本持ってきてない。効率強化5絶対熱いよね。あ、2個もらっちゃった。あ、まあいいや。いくらあっても困んねえだろ。効率強化5なんてもんは。一回帰ろう。いろいろ作ってくるわ。柵とか階段とか。ダイヤモンドの斧に効率強化で耐久もついてなかった。耐久3もついてるから、これ司書連打ありだな。司書連打めっちゃありかも。面白いマインドクラフトやっちゃう。ずっとおもろすぎ。このいろんな作業できるようになってから幅広がりすぎ。これはどうやったらいいんだろう。これにこうでいいのかな。ほう、師匠全部揃えて経験値取らんばればクリアでよくね。確かにクリアでいいかも。これで木こりのスピードも上がるんじゃないの。赤色のカーペット、いや、あいつんちの周り土かわいそうかな。土だとワンチャンクリーパーしてきた時ぶっ壊されるから、丸石かなんかでしとく。爆速？ちょっとあっちにいろいろコンチェスト壊して。土はエンダーさんに持ち去られる。そうか、危ないな。確かにそれ嫌だな。ちょっとあっちで作業場を作ろう。一旦毎回行き来するのめんどくさいから。男は黙って鉄ブロックあり。やっぱこんだけ頑張ってくれてるからね、俺のこのマインクラフトの攻略の肝になるから、こいつらが絶対死んじゃいけないから鉄ブロックで囲ってやるか。ありかも。これ何？あ、なテラコッタみたいなやつか。カボチャじゃないのか、スイカか。この辺り家多いな。さあ効率強化、うおほほほ、はや。でも思ったより早くない。早い、めちゃめちゃ早いけど、もっと早くてもいいかなと思っちゃった。人間って欲張りだよな。パンナコッタって最近聞かない。パンナコッタってまずなんだ。こんなに早いのに人間って欲張りだよな。早いわ、めっちゃ。めっちゃ早い。5がマックスだよね。
聞くほど早い。ダイヤモンドのこの土、このシャベルでの土が早すぎてさ。どうも。砂？変なとこに砂あんだな。これ火落ちそう、もしかして。この豚は解放させてやろう。代わりに俺が全部このもらってやるから。フェンスは。あ、すげえ、勝手にえぐれていく。あ、勝手にえぐれていくわ、これ。まずい。思ったより勝手にえぐれていく。これが、効率強化5か。なんなら効率強化5なんか俺人生で一度も作ったことないんじゃないの。こっちの方、光源ないから。危ない。早く終わらせよう。もうこれ以上ガキ生まれないのかな。もっと産んでほしいな。パンが必要かな。またに勝手になってる。またアラーム鳴った。だいたい1時ぐらいに起きようとしてる感がすごい。俺12時半、1時でアラームが鳴った。マジこの村すごい量のこの麦育てたんだな。麦ボックスがもっとあればな。濃縮麦が楽だったんだけど。俺の電話が止まってビビった。あの音、ドゥク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 ドゥン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 、ドゥク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 ドゥン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 。もしかして今俺麦拾えてなかった？やべ。麦だけ綺麗に拾えてない。なんか自分のそういう電話の音とかってビビるよね。嫌だよね。上の階一回屋根全部あれにするか。削って、どこが、ここが、気持ちいい。頭の上から急に土降ってくるの嫌すぎる。仕方ねえだろ、それも仕事だよこいつらの。背面全部石にしたいな。でもこいつら逃げ出しちゃうかな。うまいことやったら逃げ出さないかな。ちょっとこの家借りるか。
怖え。相手にぶん殴られたら終わり。これ一番手前の柵いらなくない？今思ったけど。よく考えたら。一生こいつらはエメラルドを俺に起こす存在として生き続けるんだ。未来永劫、かわいそうに。上からやっていったら、ダメ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 、そうなるか。額縁って壁壊しても剥がれない、剥がれた剥がれないと思ったけど、なんか剥がれた。俺も剥がれないじゃん、ラッキーって思ったら剥がれました。しっかり。こいつ何担当だっけ？あれか。小麦担当か。なんか一瞬だったら許されるっぽくない？あ、ほら。一瞬だったら許される感あるけど。こいつなんだっけ？防具屋か。石じゃないやつかわいそうだ。めんどくさいな。足元が。一瞬なら許されるシステムで。はい、はい、ゲー、はい、あ、これですね。これでこいつらの家が崩されることもないだろう。はい、はい、はい、はい。お前なんだ、武器屋か。全部いずれここの、ここに貼るアイテムもあれにしてやるからな。じゃあこの師匠弱えな。この師匠意味ねえわ。まあ最初髪をエメラルドにしてくれるので、最初のね、スタートになった師匠だから。こいつは最初エメラルドがない状態から、あいつが髪をエメラルドにしてくれたおかげで俺は今ここにいるから、立ってられるから。許そう。最悪ゴーレムドラピアに言うそう鬼畜すぎる。鬼畜じゃねえか。これさ、この手前消しても良いよね。でも手前の柵あった方がいいかな。どうなんだろう。多分俺いらないだろうなって思ってるんだけど、手前の柵。でもなんか一覧見てでいいよな。
で、また。あ、一人大人になってる。えらい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 。邪魔で、ビジュアル重視。邪魔ではあるよね。よし、食え食え食え。子供を作れ。近親相関だ。で、屋根を作りたいので。いや、これ2回作んのめっちゃむずくね？2階に置くのもむずいし、あい、こいつらが落ちないように2階作るのもむずい。でもおいらやるよ。あ、寝てる。ちゃんとブロックで書くと統一感出るね。えでもこのめちゃめちゃ雑だけどね、このフェンスは。そこら辺で拾ってきたフェンスを継ぎはぎで作ってるから、本当になんか競馬のゲートみたいだな。で、柵を作ろう。石の柵。石の柵作りやすくて好きなんだよね。石切り台みたいなの作ってないのが、確かに石切り台作ってないわ今回。前回だね。どういうシステムだったっけ自分で作っといてどういうシステムだったか、一覧システムがどうなってんのか分かんなくなってんな。鶴橋には効率強化がついてないのか。石足りないかな。石の階段欲しいな。こうして上上がってもらって、あ、行きたがってるやついるわ。もう2階上がりたがってるやついるわ。
これここ暗くないかな、心配だな。あ、ランタン、ランタンぶら下げたいな、ここにビローンって。あ、ランタン持ってこよう。あと必要なのは、まあでも大丈夫そうか、階段作ろう。ランタンなんかね、レベルアップするのにめちゃめちゃ使ったんだよね。あ、背景に必要か、そうか。あ、よし。あ、ここ1マスがなんだ。どう？大体上がってきて、これ落ちる？あ、降りれる、全然降りれる。低すぎ、危ねえ。階段ってそういう、そうなんだ、階段って1個高くなるのか、危ねえな。油断したわ。逃げ出されると終わった。これで大丈夫かな。オッケー。絶対逃げ出させないという確固たる意志で、意志よりも固い、そんな意志で死ぬ気で、いや死ぬ気で、ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ。ふわふわり、ふわふわる。それが鬼になる。一旦湧き潰し用に適当に置いといて、もう一個必要か。うわっ、すごい建物が完成しそう。高層ビルディングが。建設されそう。こっちの方は湧き潰し全然なってねえな。危ない。で、列どこだ？ここ1マス開けてすぐか。うわ、ここに置くとでも入ってこれなくなっちゃうのか、人が。そうか。入ってこれなくなっちゃうの困るな。
上がってくるスペースは必要だもんな。とりあえず落ちねえようにしねえと。うわ、一区画減らしてもいいの。確かにそうするか。楽しい。ハードコアでこんなことするべきなのかわからんけど楽しい。で、どっからだったっけな。オッケー。石のこのやっぱ柵って結構いかちいな。あ、これくっつかないんだ。あ、この後ろまでやんなきゃダメか。丸石足んねえな。ああ。ちょっと効率強化4が、切れすぎる。取りに帰んなきゃ。いい感じなのでは？いて。え、めっちゃ増えてる。めっちゃ増えてる。やばい。これ以上増えないでくれ。ややこしいことになる。お前、よくこんだけ人が増えてる中で無職でいられるな。子作りだけ、することだけで。週末のハーレムみたいなもんか、あいつは。この世界に男は一人しかいませんみたいな。男の8割は、滅亡したので、子作りをするためだけに、冷凍保存されていた彼が、無職ではあるが、子作りだけはできると。子孫を残すために必死なんだな、奴らも。一旦土いらない。やべ、土多すぎて砂入れ場がないな。あれ、石こっちか。あー、あ、丸石の柵こっちにあった。最悪。あれ、なんか俺持ってこいって。あ、ランタンも取りに来たんだ。ランタンいっぱいあるんだよね、なんか知らんけど。いいぞいいぞ。これで上に仲間が増えてくれれば。あ、いろいろ職業ブロック作んないとな。二度手間だ。すげえ非効率的だ。一個だけしかやることを覚えてないから、それ以外のこと忘れちゃう。これ木とさ、あれはくっつかないのか。いいじゃんいいじゃん。いいねいいね。なんか露天みてえでいいね。なんだっけそれ、なんて読むんだっけ。馬の背中のやつでしょ。馬で移動。まあ確かにね。
馬で移動もありだけど、でも俺はいずれ地下鉄を通して、鉄こんだけあるから地下鉄通すのもそんなに時間かかんねえと思うんだけどな。この道路ブロック、馬かけるロバでラマ産んだらチェストつけられる、マジすごっ。馬とロバって掛け合わせたらラマ生まれるの。人生で一番驚いたわ。ラマ、ラバ、ロバか。あれなんか一個ずれてね、気のせい、気のせいか。よし、収容所が続々とできつつある。よーし、ここも行けそうじゃない。あ、いけるわ、いけるわ。大丈夫だ。なんか、一個ずれてんな。なんでだ？あれ？上と、あれかな？上と綾か？上と下で一個ずらしちゃったか、俺。ずれてないの？あ、これで一個少ないのか。これでやっと1個少ないんだ。なるほどね。本当はここなんだ、もう1個が。松明多いな。よし、これでじゃあここ解放してあげれば。あ、まだダメだな。でも誰にしよっかな。1,2,3,4,5 6個看板作ってこねえと。なんかおすすめの職業いる？いいね、マンション、高層マンション完成。まあでも司書は、司書リセマラはしなきゃいけないじゃん。まずね。司書マラは。まあでも司書マラぐらいだな、あと。やること。一旦。何で作れんだっけ？本棚とハーフブロック。本置いてきちゃった。だる。作るか本。川がねえな。牛たちを殺さねば。シュイーン。すまん、牛たちよ、お前たちの命もらい受ける。増えすぎたら間引かなければならないんだ。それが人類の宿命。まだ多いな。あ、これこんだけ鉄あるからさ、足元全部ホッパーの夢叶えんじゃない？叶えられんじゃない？よく考えたら俺の夢である足元全ホッパー。
修復耐久3ダメージ軽減4は師匠が欲しい。めちゃめちゃいっぱい。じゃあ上全段師匠にするか。オール師匠上。上オール師匠にしようじゃ。オール師匠熱いよな。え、紙と紙、紙もうちょいあったやろ。エンチャ極めようと思ったら師匠だらけになる。だって師匠いりゃ最悪エンチャントテーブルいらないってことだもんね。よいしょ。大量の紙、大量の本、うんで本棚か。ハーフ持ってほしいな。ハーフって3つ必要なんだっけ。3つ必要か。1V しかつけない落下耐性4とかは必要いらない。あ、そうなんだ。落下耐性って何？1箇所だけでいいの？足だけとかってこと？何これ、模様入りの本だなんてあんだ。3、4、5、6個ぐらい一応作っとくか。念には念を入れてな。一旦紙しまって、うん、あとなんだっけ、普通の、あ、はこれでハーフあれが必要なのか。ミスった。本でハーフブロックが必要だと思ってた。やべ、めっちゃおトイレ行きたい。ラッカーブーツのみ。へえ、汎用性が高いからこそ師匠で無限生成したいってことか。確かに、なるほどね。全部のあれにつけたいようなものはってことか。やばい、超おしっこ行きたい。限界に近い。限界を超える。2、3、4、5、6、6、初見台しました。とりあえずよし、6初見台でちょっと押し越していいか。ごめんみんな、めっちゃ押し込まれそう。鉄溜まってるかな。死んでるね。おお、トイレに行きたいクラウドのまだまだチャンネルポイント登録して、なんて言うんだよ。限界を超える。ただ限界超えてるだけじゃねえか。行ってきます。
はいはいはい。匂いないね。あるっつってんだろうがよ。匂いは。ちゃんと記述出して、記述中出してください。ルールでしょ、ごめん。忘れちゃう。匂いないね。めっちゃおもろいな。匂いないね。あるんだよ。おしっこ我慢できねえから行ってんだよ、トイレに。喉の痛みがちょっと楽になってきた。時間経って水もいっぱい飲んでるから、これグーってさ、今のさ、ゴーレム状からさ、地下鉄つなげたくない？でもそしたらレッドストーンがいいのかな。パワードレールみたいな必要だよね、自動で動くには。おお、めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。ナイス、えらいえらいえらい。みんな上来てくれるかな。パワードレール好きには金もいる。あ、金もいるんだ。これ俺下のやつさ、柵2段にしたけど絶対意味ないよね、今気づいて。ここ、ここ柵2段の意味はあんのかな。俺、よし、解放させるぞ。解放だ、みんな。上行け、上行け。あ、いい、みんな行ってる、みんな行ってる。なってる、なってる、なってる、なってる。封印。封印、あ、封印しました。封印、封印。あ、それそれ。よし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 。よしよしよし。あと一人。羊がいる。危ない危ない危ない。お、無職が来んなよ。羊を殺してるんだから。よしよしよし。あ、なったか。あ、全員なった、全員なった。でかいでかいでかい。よし、オッケー。あ、カーペット足りねえな。意味わかんないことしちゃってる。なんだここ。はい、君は範囲ダメージ増加。一旦全員見るか。水中呼吸、入れ食い、入れ食い、ドロップ増加3。あれ、ポンコツ。これ全員ポンコツなんで全員書き換えます。ってことはこれ足りないな。家帰んねえと。めんで。周りを巻き込みなくないときは斧で攻撃するという。確かに。そうか。剣だと範囲攻撃になっちゃうから。危なかったね。斧はその、一点集中型か。攻撃力が高い分一点集中型か。よっしゃ、これだってさ、これでどうする？ブランチマイニングしてダイヤ見つける？それとももうネザー行く？あそこの辺りになんか確かあのネザーゲートあったから行こうと思えば行けんだよな。このキモいじゃ、いやいや、このキモ色の羊毛使おうと思ったけどやめよう。なんか羊飼いがいっぱいくれたキモ色の羊毛。大遊びもらおう。そう、大遊びは絶対もらわなきゃいけないよね。こうしてる間にもそうだ、一回エメラルド交換しとかないと。超面白くね、マインクラフト。やべえ、これ死にたくねえ。ね、やめない？ハードコアなんていう。ハードコアなんていうさ、こんなにいい街が作れたんだったら、ハードコアなんてやってたら、もったいないよ。まあ、いいか、上の段全員師匠だから別にいらねえか、あれ。看板。
筋ヘルに火炎耐性4。へえ。そんなのもあるんだ。おしかも安い。お前安いね。えらいね。君は？君高いんだよね。メラルド。君ちょいメラルド高め。これちょっとね、あれ？お前押さないとここに置けないんですよね。ライフハックね。こんな感じになるのカーペットって。よし。これこうすれば意味ねえか意味ねえかこれ。よし、それぞれみんないいもの出すまで、リセマラだよ。うわ、これでダイヤモンドどんどん使うのもったいなくね？よく考えたら。攻撃しちゃいそうで怖えな。早っ。はあ？ダメージ増加4は？ダメージ軽減か。増加は意味ねえのか。水中採掘。高速装填。これ夢中になってたら、リセマラに夢中になってたらマジで、一日すぐ終わるな。最安だった？何が？ダメージ増加？ここちょっとなんか光源少ない。そんなことないかな。ダメージ増加4マジ？おい、無職は来んなよ。自分に刺さるな、そのセリフ。無限は？無限。はあ。無限どう？最後戦うとき無限弓で戦うんじゃないの？高い。あ、値段が高いか。なるほど。もっと安くなんだ、無限。弓なんて釣ればいいよ。そっか、無限弓って釣れんだっけ。入んないで、そこダメでしょ。言ったでしょ、入らないでって。そこに面白え。この作業一生できる。ただエンチャントすらないときマジでイライラするなこの本棚と紙の時一番イライラする。入らないでって言ったよね。なんで入るの？やめて。こっち来て。こっち来なさい。こっち来なさい。ほら、一人も心配して来たよ。村の人も。入れ食い。入らないで。これここにやっぱなんかブロック一個置いた方がいいかな。あ、ほらみんな心配して来てるじゃん。引きこもっちゃうからそこに。入らない用のブロック置いた方がいい説あるな。そしたら入んないかな。
火炎耐性1じゃダメだよね、4だよね。水中歩行シルクタッチいくら？7円か。5円見ちゃったからな、シルクタッチは。まあ、シルクタッチはな、下にいる人がつけてくれるから。幸運さんは？ねえ、幸運さん、くぼみにハーフつけて入れないでしょ。確かにそれ正しいかも。幸運さんは14円。4じゃなきゃ、4がいい、やっぱり。11から45。安いか、安めではあるか。でも3が微妙？これは買い？ OK。センキュー、買うわ。よし、お前よくやった。あ、この3枚なんだ。じゃあ次。え、これじゃあさ、何の対応してる人が書きたいな、ここに。幸運。看板持ってくるか。でもどうせポンコツだろ。水中エメラルドが足りねえわ。こいついいね、3個で値下げしてくれてるから。エメラルド集めやすいよ。もう一個高くしてもよかったな。これちょっと経験値が集めづらくなっちゃった。こいつ4個のままなんでケチなんだよな、こっちの武器鍛冶は。3が最大、なるほど。じゃあめっちゃお得じゃん。修繕が来ないね。修繕来い。入れ食いに範囲ダメージ増加に。もうこれマジ近づいてんじゃないの俺。飛び道具耐性3。だってこれで強めの防御、その軽減とかできたらね。ネザー行ってもそうそう死ななくなるでしょ。ダメージ増加4は、あ、42円たっけ。ダメダメダメ、ぼったくりぼったくり。左手にダイヤを持ち帰れば、持ち帰る手間なくなるとかない。怖い。シルクタッチ、あ、安い。最安シルクタッチじゃないこれ。まだあと4人いるからもらっとくか。どう思う？最悪すシルクタッチどう思う？あと4人いるから。でまあ下の人のピッケルがシルクタッチだから別にいいか。あ！シルクタッチピッケルあるから。そうだよね、いらねえやな。いいや。落下耐性1か。ノックバック1。面白いこの作業。トゲの鎧さん、なんだそれ。どうしよう、激レアだったら勝手にいらないと思ってるけど。虫特攻5。エンダードラゴンって虫扱いされじゃない？エンダードラゴンって虫じゃない？はあ。貫通2。激流2。聞いたこともねえな。パンチ1。入れ食い多いな。やっぱレアなやつはあんま出ないのかな。強いやつは
出づらいみたいなのあるんだろうな。やっぱよく出るエンチャントとそうじゃないの全然、幸運なんかこんだけやって初めて出たしな。ん、火炎耐性4、たっけー火炎耐性4いいって言ったけど、たっけー、これさすがに暴利だよね。観光客だからってさ、俺が日本人だからって言ってこれぼったくろうとしてるよね。14から58さすがにそれは日本人だからって言ってぼったくられてるわ。観光客だからって言ってあんまなめんなよ。フレイ爆発耐性4、爆発することあんのか。あ、爆発耐性4欲しかったかな。クリーパーってことか。41だ、やっぱ高いな。火炎耐性こんなもんなのか。寝起きドッキリは避けられる、確かに。期待性1。何将来って。かっこよ。何ができるんだろう、将来は。高速装填3。爆発再生4。将来レアアビリティだったらどうしよう。中性1。火炎耐性も 1V だからエンチャでできた。あ、そうなんだ。幸運さん35円。おい見てくれよ、売れるはずがねえだろ。こっち幸運さん14円ですけど。ドロップ増加2。隣に安い商売してる人がいるのにさ、高い値段で売ってさ、儲かると思ってんだかこいつは。マジで1回しか来てないね。あのなんだっけ、増殖狙ってるやつなんだっけ、修復か。修復こんだけやってて1回しか来てないのやばいな。氷渡りノックバック、やっぱ夜になる、夢中になってると。夢中になるとあっという間に夜になるな、この作業。おもろすぎる。火炎耐性。消滅の呪い。消滅の呪いって絶対あの、なくなったら消滅するってだけだよね。いやー、ないなー。落下耐性4は個人的に欲しいんだけど。夜だ、やばい。22円か。ちょっと高いか。え、でも安いんじゃないの ?4 だったら。落下耐性って足だけ？落下耐性必要じゃないの俺には。ハードコアとしては。どうなん？22円。は？ちょっと一旦保留にするか、こいつ。保留にして他の、まだ、あと、エブリオン系は14から58。なるほど。じゃあ結構安いな。落下耐性欲しいよな。死にがちだからな、どうしても。高いところから落ちて。だってこの後トラップタワーも作るわけでしょ？天空トラップタワー。天空トラップタワーってだって果てしない高さじゃないの？落下耐性なんとかなるもんなのかな？なんとかならなそう。いやでも、ちょっとしたなんか、それこそネザーとか行くときとかは、ちょっとしたの、ちょっと保留だな、ここ、一旦。多分、消えないだろうっていうことで、一旦保留。育てた後のエンチャボに期待するか、確かに。まだあるのか。
水中呼吸、水の呼吸、将来、修繕がマジで来ないな。激流、足元見てんな。完全に足元見てる。シルクタッチは結構来るな。パンチ、ネザー落下もあるし、買っても良さそうだよね。怖いよね。買うか。じゃあネシャース、エメラルドが足りなくなりましたね。補充、やっぱ天空トラップタワーもね、ないよりはマシと考えたい。やっぱ鉄もなくなるか。あ、鉄補充しないとな、そろそろ。よし、いいねこいつら。やばい、 2時間ぐらいしかやんないって思ってたのに結構やっちゃってる。ダメージ軽減41円は高いな。これ高いよね、41円ね。14円から58だもんね。これはさすがにぼったくりだな。初めてダメージ軽減4出たけどな。射撃ダメージ増加4、42円。せめて20代前半ぐらいだな。高くて20代前半、22とかあったら全然まだいいんだけど、40、30以上とかはさすがに買えないな。マッチングアプリと一緒。そうなの、20代前半までのマッチングアプリは。俺は年下が好きだからな。俺の友達のマッチングアプリいっぱいやってるやつは、だいたい20代後半から30代前半が多いって言ってた。一番若くて25だったって言ってた気がする。火炎耐性、範囲ダメージ増加、拡散、果てしねえな、果てしねえな。宝釣りさん、ノックバック2、水中歩行3、射撃ダメージ増加5。いいな、倒せそう。エンダードラゴン、激流3、修繕がまず出ないな。無欲かな、やっぱり出すには。落下耐性3で33は高いよ。4で20いくらなのに。あれ、やめちゃった。あれ、飽きちゃったこいつ。あれ、嫌になっちゃった。ああああ、
リセマラを繰り返したことで嫌になっちゃったこいつ。どうしよう。なんで？あれ？なんか上にもう一人いる。お前どっから来た？あれ？神みたいなやつが。え、なんで嫌になっちゃったの？嫌になっちゃうことあんの？これ。こいつが来たからじゃなくて？恥ずかしいんじゃないの？俺と二人の関係を壊しやがって。え、なんで嫌になっちゃったの？またバグったかな？前回のトラップみたい。ああ。二人入っちゃった。邪魔！ちょっと二人入っちゃダメでしょ。ほら、出てって、一人。お前出てって。邪魔。はい。もう。家帰って。ブロックやっぱ邪魔。いや、なんかあいつがいたせいじゃない？多分。多分だけど。うん。将来。将来多いな。これ本棚なんか見なくてもわかんのになぜか間違えてあれしちゃう。あ、間違えちゃった。最悪。押し込まれてる、押し込まれてる。これ絶対逆になった気がするんだけど、俺。これうまいんじゃないだろ、絶対。これ。お前んじゃないと思うんだよな。え、そうだよね、だる。自分の担当のとこ行ってください、ちゃんと。持ち場。ちゃんとついてください、自分の持ち場に。わかりづらいの。二人同時に行くなよ。なんでこっちがいいの？じゃあ入れ替えよっか？君たち。じゃ入れ替える。わかった。取りやがった。こっちが良かったの？あっち変な人来るからね。知らない人ね。怖いよね。なんで行くときは同時に行くんだよ。やめてくれ。無駄な時間だからこれ。よし。でもいいよ。二人とも逆転しよう。うん。殴りそうで、殴ってアイアンゴーレムが来て負けて終わる可能性大。全然いいの出ねえな。飽きてきた。全然出ない。やっぱレアなのかな。高くても、こういうのだとさ、高かったら高くても妥協しちゃいそうになるよな。めんどくさいからっていう理由で。もうこんだけ大変だったら妥協しようよってなりそう。耐久力は19がマックスっぽかった。最安で19ってこと。眠いし。一回やめようかな。ちょっと流れが悪いわ。夜になってないしかも。危ね。集中しすぎじゃん、この作業やってると。夜になってるいつもにか。危ね。
将来シルクタッチ将来飽きた眠くなってきた。爆発対戦に。うわうわ安くない？修繕16は安いでしょ。だって確か最安10だよね。修繕。これは買いでしょ。さすがに。10代の修繕は全然、しかも16はもうほぼ一桁と言っても過言ではない。よし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 。オッケー。よし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 。お前らいいぞ右3人。あとはこいつらだ。まずは出てきなさい。そこから。まずは。はぁじゃないよ。はぁ。働きたいだろ？働きたい意欲はあるんだろ？フリーターだろ？こいつ問題児だよな、マジで。いいもん出せよ。そんだけいろいろ粘ったんだから。お前は、ダメージ増加5、64! 金ボリすぎだろ、さすがに64は。舐めすぎだろ。こいつ、やってんな。金の亡者。俺を助けようっていう気がない。あんだけ邪魔して、俺のことを邪魔しようとしかしてないかも、こいつは。危ない。あ、やめ、飽きるし。途中で師匠になんの。幸運に、幸運はマックス持ってるんで大丈夫です。鎧の。トゲの鎧。水中歩行。あとなんだ？最高値だった。あと何がいるんだ？いるので言えば。修繕30、高すぎ。昔だったら、ちょっと前だったら俺が交換するとでも思ったか。もう俺はこいつに修繕16をもらっちまったんだよ。ちょっと前だったらもしかしたら、もう良くないとか言って交換してたかもしれないけど。なめんなよ、あんまり。お前が修繕を10、10の修繕を出さない限りは。ダメージ軽減欲しいね。ダメージ軽減1回しか出てないな。しかも超高いやつ。中性さん。出ねえな。鎧のトゲ。水星特攻。エンダードラゴンって水属性かな。幸運さん29、高すぎ。なめんなよ。アラサーは幸運の3で、アラサーは高すぎ。もうこいつは結局ね、人の真似事しかできないんだよな。人の真似事してそのクオリティが低いって感じ。よくないよね。真似るなったらそれ以上にならないと。無限。ちょっといいじゃん。ちょっと良くなってきたね。いいよ。俺はやれるやつは褒めるんだから、ちゃんと。お前がやれるとこ見せてくれよ。効率強化4、44円やめんな。俺効率強化5だぞ。5がなんか20円ぐらい。幸運さん15、くっ、お前、まさか。あ、よかった。意味ねえぞ。
びっくりしたぜ。最安の幸運さん出してきたかと思った。もっと安いやついたわ。ギリギリこいつにやっぱり屈したくないからね、できることならば。こいつに屈すのが一番の恥、マインクラフト界で。ダメージ増加だっけ。ダメージ増加4とかがもうちょい安ければ全然考えてやってもいいのに、44はダメよ。せめて10代前半、10代後半、20代前半とか。虫特攻とか意味ないの分かんねえのかな。マイクラで虫って雲ぐらいしかいなくない？虫特攻って言うけど。水中採掘多いな。フレイム無限。ダメージ増加1。まあ言うてダメージ増加も剣にしかつけないもんね。耐久力とかはさ、服全部につけたりするかもしんないけど、そういうこと考えたらやっぱ、あっ！やばい。大丈夫か？見てなかった？あいつら。あいつら見てなかったか？大丈夫か？ちょっと一回帰ろう。一回帰ろう。危ない。忘れて。忘れてもらわないと。遠くに行ったら忘れてくれるはずだからな。ごめんな。そんなつもりなかったんだ。でも殴ったら分かってくれると思って。殴って分からせよう。あ？気づいてないっぽいな。よかった。気づいてないとかあんのかな？やばい、殴ったから値上げしてる。殴ったら値上げしてる。ごめん、そんなつもりなかったんだよ。でこいついいか、もう使えねえし。お前値上げするわ、何も出さねえわで。一旦帰るか。この人たちがすごい。一応柵があるからこの人後回しにしよう。そうだね、鉄もいろいろ取りに行かないとな。ほらこの人なんか安くしてくれてんだから。大丈夫かな、怖えな。これで死ぬのが一番ダセえからな。ちょっとダイヤの装備作るか。エメラルド総動員してワンチャン戦えるようにしとくか。たけ、もうちょい安くないのかな。でも全部いけるか。よっしゃ、ダイヤ装備ゲットだ。よし、一旦帰ろう。危ない、ちょっと遠回りして帰ろう。あいつ足は遅いもんね。あ、でもバレてないっぽい。それともなんか引っかかってる。どっちだろう。よし、とうとうダイヤ装備まで来たぞ。嬉しい。あれ、オレンジどこだ。あれ、オレンジなくなった。あれ、なんで。あれ、オレンジなくなったんだけど、なんでそんなことある。こっちか。あれ、え、
俺んちなくなったんだけど、ちょっと待って、なんで？そんなことある？やばい。夜になる。こっちだ。あぶねえ。間違えた、方向。よし、ダイヤソーまで来た。ちょっと一旦やめるか。わかんなくなってきた。今、ずっと単純作業を繰り返していたせいで頭がおかしくなりそうだった。もうこんな雑魚装備はいらねえんだよな。チュインプー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 チュインプギーン。ダイヤ装備だよ、みんな。ダイヤモンドで私を覆って、とうとう来たか、ハードコアでダイヤ装備。効率強化、落下耐性は足につけてた方がいいか。足に、ついてんな。つけとこう、でも。落下耐性レベル4。よし。あと、修繕は本当は全部つけたいよね。ふぅ。おーい。かっけー。バシッドカーン、いいねー。ふぅ、とりあえずは大きい敵と戦えるようにはなったな。あとは俺がマイクラをシンプルに下手。あのタコライスがダイヤフル装備とはね、俺もびっくり。修繕つけていくか、一個一個。ダイヤのチェストプレートに修繕つけたら修繕がつくと。よーし、一回やめようかな。疲れちった。喉が休まらねえ。喉が痛いままだ。変わらず。あとは修繕稼ぎ。そうだね。でも修繕もそんなに大変じゃないからな。まあ今、ダイヤの装備で結構いろいろ。ダイヤ装備でいろいろエメラルド使っちゃったから。またエメラルドちょっとちまちま。稼ぎつつ。まあ、また、寝ながら、鉄放置しとくんで。次回寝さ、タコライスシス。やだー。でも、落下耐性もついたんだよ、レベル4。ん？大丈夫かな？そういえば、忘れてた。でも、一撃ぐらい耐えるでしょう。お前じゃねえ。ダイヤフル装備はさすがに相手に殴られても耐えそうな気はするけどな。あ、鉄なくなっちゃった。修繕をとりあえず全装備分。ドイツだっけ修繕。お前？違う。お前か？違う。お前か。え、なんか値上げしてんだけど、なんで？お前も？セブンティーンになってる。なんで値上げした？やっぱ俺がぶん殴ったら見てた、やっぱり隣で。それ隣でぶん殴ったらそうなるか。悪いことしたな。友達だった？もしかして。まああんだけな、入れ替わり立ち替わり してたからな。仲いいんだろうな。で、俺をもてあそんでたんだろうな。そこでまさか俺が本当に切れると思ってなかったんだろうな。
ふざけてたつもりが、俺をいじってるつもりが、俺が本当に切れて気まずくなっちゃったんだろうな。何がとは言わないけど、ネザーに上から下までダイヤ敷いていくんですか？うん、うん。金いるんでしょ？ネザーって。金装備。金はつけてくけど。とりあえず、こっちの現世にいる間は、上から下までダイヤの方がいいっしょ。ち。おー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 。この近くにゾンこの隣のね、空洞開け放したいな。ここゾンビの音すんのすげえやだわ。ポピーしまって、鉄をポピーをな、どうにか有効活用できたらいいんだけどな。よし、レッツゴーじゃあ次回はトラップタワー編か。経験値トラップタワー編。死にそう一体海にしてからやろう。経験値トラップタワーやるとしたら、あたり一体海にしてから。簡単帝国さんジャガがまた、うん、やってくれることを信じて、ジャガがいいトラップタワーをつくどの動画を出してくれてることを信じて、え、なんか安くなってるこいつも。成長した？よし、オッケー。まあ意味ね、普通間違えちまう。安いね。よし、大量の修繕も手に入れてきたんで、これ全部俺のダイヤ装備につけますね。これで修繕つけたら今日は一旦終わりと。で次回、トラップタワー編かネザー編かどっちか、次回というか今日の夜か分かんないけど、どっちでも死にそう。やめろ、こんだけやって死ぬなんていうのは絶対にあっちゃいけないんだ。よし、オッケー。じゃあ一旦今日は終わりにします。ご視聴いただいた方ありがとうございました。全修繕にダイヤ装備と。よし、じゃあまたここで放置してしばらく、起きた頃には全てのここのチェストが鉄で埋まってるということで、
ありがとうございました。お疲れ様でした。またやりますので、よかったら遊びにしてください。それでは、いやー楽しい。今日は村と拠点を行ったり来たりしかしてないのに、なんでこんな楽しいんだ。ありがとう。お疲れ様でした。